では、お時間になりましたのでただいまリセッション開始いたします。タイトルは、メイン武器として使うためのワードプレス、住田一平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。メイン武器として使うためのワードプレスということで、まず自己紹介を軽くさせていただきます。住田一平といいまして、フリーランスで、デベロッパーというか、プログラマーですね。ウェブ系のプログラマーをしています。コーダー道場というですね、子ども向けのプログラミング、クラブですね。みんなで大人子ども混じってみんなでプログラム楽しもうという場所を提供してまして、それの枚方市の代表をしています。はい。で、ワードプレスに関してなんですけど、一応僕的には、コアのコントリビューターやってたり、CUI のコントリビューターやったりっていうのを、して、OSS の活動をしています。はい。で、先にちょっと謝っておきたいんですけど、今日全然プレゼンの練習とかしてないんで、ダブダブになると思うんで、よろしくお願いします。では早速始めます。皆さんワードプレス使われてると思います。ちなみにワードプレスでお仕事されてる方も、ワードプレスでブログとしてブログとかして普通にお仕事じゃなくてプライベートで使ってる方ありがとうございます。今回のお話はですね、ワードプレスを使ってですね、バリバリに、サイトを構築したりお仕事で使ってる方にですね、を対象としております。で、ワードプレス以外にもですね、武器ってたくさんあるんです。ワードプレスすごい強力な武器で、ワードプレスを使ってサイトを作るのがすごい便利だったりとか、いろんな企業サイトを作ったりとかって、お仕事でも使っていけたりとか、プライベートにも使えたりとかするんですけど、他にも CMS だと、いろんな種類の CMS があるんですね。なんですけど、ワードプレスを選ぶメイン武器として使っていくときに、どういうことがですね、どんな武器になっているんだろうっていうのを、今日はお話できたらなと思います。内容的にはかなり初心者向けっていうか、かなり基礎的な話になりますので、よろしくお願いします。で、アジェンダなんですけど、ワードプレスの何がすごいのかっていうのをまず説明させていただいて、ワードプレスに向いてるサイト向いてないサイトがあるんじゃないかなと僕は考えていまして、そちらの話をできたらなと思います。で、武器カスタマイズって書いてあるんですけど、ワードプレスをじゃあカスタマイズしてどう使っていくかっていう話と、他の武器ですね、他の CMS だったりとかどういうのがあるのかなっていうのを簡単にお話できたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあですね、まず早速なんですけど、ワードプレスとはなんですけど、ワードプレスとはで、実際その公式サイトを見てみるとですね、こういうふうに書かれてるんですね。ワードプレスはですね、美しいウェブサイト、ブログ、アプリケーションを作るためのオープンソースのソフトウェアで書いてあるんです。実はワードプレスのサイトには CMS っていう言葉がですね、少なくともトップページには出てこないんですね。で、他の、CMS のツールですね、有名なところでドゥルーパルってあるんですが、ドゥルーパルは思いっきりここに CMS って書いてあります。ドゥルーパルは CMS です。で、ジュームラっていうのも有名な、海外ですごい有名な、CMS なんですけど、こちらもこの辺り、ここにコンテントマネジメントシステム、CMS っていうふうに書かれています。で、他の、CMS は、CMS、コンテンツ、管理ツールとしてですけど、ワードプレスに関してはウェブサイトとかアプリとかブログとかを作るためのツールなんですよというふうに言っています。で、ワードプレスを使うとできることなんですけど、当然というか情報を配信することになります。はい。あとはですね、マルチサイトを作ったりとか、いろいろできるんですけど、基本的には情報を配信です。アプリに関してもブログに関してもウェブサイトに関しても情報を配信する、ツールになっています。で、ワードプレスのここがワードプレスのここがすごいというところなんですけど、市場占有率が実にすごく素晴らしい、ツールになっています。じゃあどれくらいかというとですね、全世界で 60% の CMS がワードプレスでできています。はい。でですね、日本で見ると実は 85% のサイトが85% の CMS のサイトがワードプレスでできています。かなりの、数です。圧倒的なユーザー数がですね、実に大きなアドバンテージに、実際お仕事をする上でですね、一人だと厳しい時が出てくると思います。で、お仕事を依頼する時もですね、いろんな人に頼まないとなるんですけど、ワードプレスを使っているユーザーさんが多いということは、人を見つけやすい、リソースを確保しやすいということにつながるんじゃないかなと思います。はい。コミュニティサポートなんですけど、人が多いんでコミュニティサポートも、すごい充実しています。ワードプレスの公式の、フォーラムも用意しててですね、
ね、そちらに日本語で、質問してもですね、日本語で返ってきます。他の、CMS のフォーラムもちろんあるんですけど、そちらに関してはどちらかというと英語がメイン、まあ、もちろん英語がメインですけど、基本的に日本語で、質問をしてもですね、日本語で返ってくる確率は結構低いんですけど、ワードプレスに関してはかなりの確率で、答えが返ってきます。というわけで日本人ユーザーが多いっていうのは、大きな点じゃないかなと。で、その他ですね、ワードベンチっていう、ワードプレスの、ローカルのコミュニティがいっぱいあるんですけど、日本でですね、58カ所、ワードベンチがあります。で、都道府県に落とし込んでみるとですね、もう黄色がワードベンチがある都道府県なんですけど、そのワードベンチがない都道府県が3つだけ、あと3つ制覇すれば全国に、ワードベンチがあるかもしれません。これぐらい、いろんなところでワードベンチっていう形で、ワードプレスのコミュニティ活動で情報共有とか情報交換をすることができます。これはすごい大きなアドバンテージじゃないかなと思います。はい。で、もう一つですね、 PHP でできています。ワードプレスっていうのはですね、サーバーにおいてサーバー側で PHP というプログラムが動くんですけど、他にも Rails、Ruby とかいう言語だったりとか Python だったりとかっていう言語で動いているものだったりしますけど、PHP で動いているのは大きな武器じゃないかなと思います。で、実はですね、PHP だと全サイトです。CMS ではなくて、全世界の全サイトの 83.5% は PHP で動いています。すごい、大きな数ですね。なので、さっきのワードプレスのリソースを確保しやすいと同じでですね、PHP でちょっとワードプレスのカスタマイズをしないといけない、PHP をどうしても触らないといけないってなったときに、PHP の、プログラマーの確保のしやすさも大きな武器じゃないかなと。PHP のすごいところなんですけど、例えばですね、オレンジ色の線がまあ軽い処理です、黄色い線がすごいひどい処理で、何やってるのかよく分かんないけど、すごい重たい処理だと思ってますけど、PHP って、リクエストでプログラムがスタートで動いたとして、CPU とかメモリとかわーって使っていくんですけど、ひどい処理だとやっぱり CPU とかメモリとかいっぱい使っちゃうんですよ。いっぱい使って 100% ぐらいまで振り切っちゃうんですけど、必ず終わるときはゼロになります。で、ゴミができにくい、プログラム言語になってますので、サーバーに負荷がかかりにくい、サーバーにアクセス負荷の話ではなくて、サーバー自体に対して負荷がかかりにくいプログラム言語になります。はい、あとですね、豊富なテーマ、プラグイン、これ皆さんご存知だとは思うんですけど、ワードプレス、プラグインの数でいうとですね、4月に数えてみたところ5万5000のプラグインがあります。すごい多くの数のプラグインがあります。で、同じくですね、プラグインの数が多いですと言われているドゥルーパルで4万ぐらいの数があるんですけども、ドゥルーパルに今1万5000の差をつけています。すごい多くの数のプラグインがあります。で、プラグインがいっぱいあるっていうことはですね、全世界の人がいろんなことをですね、プラグインで解決しようとしています。なのでいろんなジャンルですね。例えば今回僕すごいなと思ったんですけど、GDPR が5月26日に設定されたんですけど、まあ、GDPR 自体をクリアするためのプラグインとかっていうのはないんですけど、クリアするためにいろんなことをサポートしますよっていうプラグインがすぐにこうワードプレスが出てきているんですね。なので GDPR 対応しようとしてプラグインを入れていろいろこうゴニョゴニョやって対応するっていうことができるのはなかなか大きなところじゃないかと思います。で、カスタマイズの容易さ、テーマとかプラグインを入れてカスタマイズももちろんそうなんですけど、独自でどうしてもカスタマイズしないといけないっていう時に、いろんなやり方があります。例えばですね、既存のテーマをですねちょっといじってサブテーマを作ることができますが、例えば今回のワードキャンプ大阪の、サイトなんですけど、2017のサブテーマでできています。もともとある、特にこちら公式っていうか、まあ、公式のテーマなんですけど、これをまあカスタマイズすることでオリジナルのテーマをすぐに簡単に作ることができます。で、ウィジェットですね、ちょっとプログラム書かないといけないんですけど、サイドバーだったりフッターだったりに、まあ、ちっちゃな部品を作ることができまして、ちょっとプログラムを作るとこういう感じで独自のウィジェットを作ることができます。はい、例えばこれはですね、フリーランスの夫婦のおうちノートっていう、僕と僕の奥さんとで運営している
ブログがあるんですけど、そこから、なんか別のサイトのワードプレスに API を使ってデータを取ってきて、こんな感じでフッターに必ず表示するっていうのを、簡単に作ることができます、はい、でウィジェットのここが便利っていうところなんですけど、まあ、すごい小さくまとめることができます。すごい小さな部品で扱うことができます。で一つのソースを使い回せるっていうのはまた大きな点かなと思います、フッターにもつけれるし、サイドバーにもつけれるけど、同じウィジェットを使うことができるので、例えば独自で書こうと思ったらフッターとサイドバーにそれぞれ出るようにプログラムを書いたり HTML を作ったりしないといけないんですけど、それを一つのウィジェットで使い回して両方することができます。あと開発そんなに難しくないんで、ちょこちょこっとやれば簡単にウィジェットを作ることができます。でこれウィジェットのソースちょっと見にくいんですけど、こんなゴニゴニョっとちょっと PHP のプログラムを書かないといけないんですけど、これに関しては、ある程度おまじない的なところもあってですね、実際のコードはもうこれぐらいです。だいたい 6,7 行ぐらいで、さっきの、ブログの最新記事を取ってくるようなウィジェットを作ることができます、はい、であとカスタムフィールドですね。皆さんもカスタムフィールド多分使われていると思いますが、とてもまあ便利な機能になっています。で中にもこのプラグインのアドバンスカスタムフィールドっていう、プラグインを使うとですね、いろんな種類のフィールドを簡単に追加することができてですね、入力チェックとかも柔軟に設定することができます。でショートコードとか、アドバンスカスタムフィールドで定義されている無事の関数を使ってですね、それぞれのページに配置することができるので、とても便利なツールになっています。で、これ画面なんですけど、上のあのサイズとか画像とかっていうのがアドバンスカスタムフィールド、まあ、アドバンスカスタムフィールドってやることのフィールドでもないんですけど、こんな感じで設定することができるんですね。ゴニョゴニョやればですね、簡単にあの商品詳細ページを作ることができます。はい、で、もう一つ強力な武器なんですけど、 WP REST API というのが標準で装備されています。REST API なんですけど、HTTP 経由でデータを操作することができます。で、まあ、セッションとかですね、WordPress をウェブサイトで使うとか、例えば管理画面にアクセスしたらログインして、そこからずっとまだセッション情報とかっていうのが持っていますので、でログインしてるかどうかっていうのが判断するんですけど、そういうセッションなどの状態管理を行わないものになります。で、データにですね、WordPress の、投稿のデータだったりとか、そういうのですね、URL とメソッドっていうのは HTTP メソッドですね、 GET とか POST とかを取ってあるんですけど、それを使ってアクセスすることができます。で取れてくるデータはですね、まあ、JSON だったり XML だったりするんですが、まあ、JSON は最近便利になっています。で、こんな感じですね、URL、 今既存の皆さん持たれている WordPress の URL の後ろにですね、WP スラッシュ V2 スラッシュ POST で見てたらですね、自分のサイトの投稿の一覧のデータが JSON で取得するとそんな感じで取得する、すでに皆さんのワードプレスに入っている状態になります。これがなかなか強力で、これを使うとですね、別のサービスでですね、ウェブサイトでワードプレスに関してですけど、別のサイトの方にデータを引っ張ってきて、ワードプレスの中の投稿のデータを表示したりとかですね、あとアプリでやったと、API を通信してデータを取ってくることが多いので、アプリにデータを渡したりとか、客に送ったりとかすることもありますし、あとは音声サービスですね、さっき4階に Amazon エコーを書いてたと思いますし、さっき各階で猫の阿部さんがですね、アレクさんの話してたと思うんですけど、音声サービスと連携することが容易になりますので、さまざまなものからワードプレスのデータにアクセスすることがまたあります。で、ワードプレスのまとめなんですけど、まあ、データの配信のプラットフォームです。圧倒的にユーザー数がやっぱりすごい大きいので、まあ、カスタマイズとか要因ですね。プラグインとかテーマ、そのプラグイン、テーマを使ったりとか、独自にカスタマイズしたりっていうのが、かなり容易な、プラットフォームになっています、はい。ではですね、向いてるサイトと向いてないサイトってどんなのがあるのかなと、ちょっと僕なりに考えてみたんですけど、まず向いてるサイトなんですが、まず、まあ、間違いなくブログにはすごい最適なツールになっているんですけど、ほとんどの方が、独自のサーバーを持ってて、そこに、設定する、
CMS であれば、まあ、間違いなくワードプレスが最適なんではないかなと思っています、はい、であとですね、企業とか店舗のサイトですね。企業だと、よく企業ある企業のサイトって、まあ、企業情報があったりとか、会社の場所が、アクセスの場所があったりとか、あとはお問い合わせですね、お問い合わせのフォームがあったりとか、あと、最新情報ですね、ニュースリリースとかっていうのがまああったりとか、店舗のサイトだったら、まあ、ニュースリリースもありますし、例えばイベントやっている店舗だったらイベント情報とかっていう情報もありますし、あとは商品持っていると思うので、まあ、商品のデータベースとしてワードプレスを使うことができます。とても向いているんじゃないかなと思います。あと小規模、中規模のサイトですね。小規模っていうのは大体ワードプレスのを使って開発する人は1人で、まあ、大体何でもできるぐらいの規模の大きさのサイト。中規模ぐらいだと大体2、3人から5人、4人ぐらいかな、5人ぐらいの、人で集まって開発をするようなサイトとかにワードプレスを使うのがすごい向いているんじゃないかなと思います。データ数もまあそんなに多くないんで扱いやすいと思います。で、あとですね、これ大事かな、使用は8割満たせば満足するっていうお客さんにはすごい向いていますね。プラグインとかテーマを使うって、まあ、サイト構築すると、特にプラグインに関しては、このプラグインを使うとある程度の機能は実装できるんですけど、お客さんの仕様のこの部分はちょっと満たせそうにありませんっていう時があると思うんですね。そういう時にお客さんが、あ、いいよいいよそれぐらい、まあ、大体8割ぐらい満たせば満足しますっていうようなタイプのお客さんであれば、大体プラグインを候補にも入れればですね、対応ができるので、そういう、お客さん向けにはワードプレス向いてるんじゃないかなと思います。やばい、すごい早くごめんなさい、すいません、一言で向いてないサイト、向いてないサイトね、これすごいこう難しいんですけど、できないわけじゃないんです。ワードプレスって言っても、まあ内部はまあ PHP なんで、頑張ればなんとかなるんです、なんとかなるんですし、あんまりこれね、向いてないですってきっぱり言っちゃうと、もうディスってるみたいになってすごい嫌だった。もうこれを入れとかないと、僕ディスってる人みたいになっちゃうんで嫌だったら、ちょっと入れさせていただいたんですできないわけではないです。ワードプレスでできないわけではないんで、一つの参考として聞いてもらったらと思います。まず1個ですね、情報を集める系。ワードプレス、さっき話した通り、情報を発信するのはすごい強いんです。配信プラットフォームなんですごい強いんですけど、逆に情報を集めるですね、なんか、アンケートぐらいだったらまだいいんですけど、なんか顧客情報を集めるとか、キャンペーンをやってですね、キャンペーンをやって、その個人情報を集めるとか、こう情報をどん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 集めていく系には、できなくはない。できなくないです。プラグインとか独自でカスタムすればできなくはないんですけど、まあ、一応もともと情報配信のプラットフォームっていう点で考えると、あまり向いてない方なんじゃないかな。あまり向いてないです。できなくはないですよ。難しいですね。であとですね、編集に自由が求められる。ワードプレスの投稿画面に、投稿 の, 本文入力するところがあるじゃないですか。あっこで大体まあいろいろこう、使ってですね、なんとか配置して見栄え良くすることはもちろんできるんです。でもそんなんじゃなくて、この投稿は今画像が真ん中にあるんですけど、この投稿は全然違うところに表示したいんですとか、それぞれの投稿ですごいオリジナル性を出してこようとする方って、顧客っていらっしゃると思うんですけど、そういうところにはですね、できなくはないんですけど、ちょっと向いてないかなっていうところ気があると思います。あともう一個、欲張りセットっていう言い方なんですけど、要は何でもかんでもやろうとするようなお客さんいると思います。ワードプレスで、ニュースリリースを配信して顧客情報を取って、後々メール配信でも使いたいんでデータをまあ集めてクローンで回して、メール配信ができたらいいなと思ってますとか、とはいうものの裏で EC とかもやりたいんでとか、もうどん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 もう、ね、ワードプレスに全部をまとめて、できるでしょ、プラグインやりますやんみたいな人いると思うんですけど、そういうところはですね、まあ、プラグインで対応はできるんですけど、だん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 プラグインが入ってきて、まあ、何かと干渉してですね、うまく動かなくなったりとか、ちょっともう管理ができなくなってきたりとかっていうのがあるので、そういう欲張り、いろんなものをやろうとするサイトにはまあ向いてないんじゃないかなと、はい、思います。で、簡単にまとめるとですね、まあ、ブログとかですね、個人のブログとか、企業のブログとか、いろいろあるんですけど、ブログとか、企業とか店舗のサイトで、小中規模の
構築のサイトとかには積極的に使ってきたり積極的に使っていけるんではないかなと思っています。逆にですね、情報収集だったりとか、編集とかですごい自由を求められたりとかいろいろもやりたい、同梱したいんですっていうところにはですね、少なくともデフォルトで使うのはちょっと厳しくてですね、何かしら手を打つ必要があると思います。はい、というわけでですね、武器のカスタマイズが必要なんじゃないかなと思います。で、武器のカスタマイズ方法なんですけど、まあ一つはもちろんプラグインとテーマですね、既存です、既存のプラグイン、テーマで対応していこうっていうのがあるかなと思います。で、まあ、先ほどお話しした通り5万5000のプラグインがあるんで、いろんなプラグインを使って、希望を満たして、まあ、ある程度我慢してくださいって、まあ、お客さんと交渉してもらってですね、カスタマイズしていくことができるかなと思います。で、そうなってくるとですね、より良いプラグインテーマを知っているのが鍵になります。なのでですね、僕らがこう吸収する知識っていうのはどうしてもこの個人の開発する、案件の知識になるので、ある程度こうだんだん絞られてくるんですね。こういう時はもうこのプラグイン使っておけばいいでしょうみたいな感じになってくるんですけど、そういう時はですね、もっといろんなプラグインとかテーマとかありますので、ワードベースとかそういうコミュニティにちょっと参加してもらうですね、情報を収集していただくと、より良いサイト作りができると思いますし、あ、意外とこういう案件で使えるかもしれないっていう新たな気づきがあるんじゃないかなと思います。あとカスタムフィールドですね、投稿にですね、カスタムフィールドつけていろいろデータをくっつけてですね、投稿していくっていう形があるんですけど、カスタムフィールドを使ってですね、いろんなサイト、構築できるんですけど、一点注意していただきたいのがですね、MAX Input Bars っていうのが PHP の設定にあります。これはですね、説明難しいんですけど、引数って言ってですね、ワードプレスの投稿ボタンポチッと押したら、そのサーバー側にタイトルがこれ、本部がこれ、カスタムフィールド設定されたやつがこれっていうのをこうパンパンパンって送ってくる、それが一個一個の項目になって送られるんですけど、それ引数って言うんですけど、その引数がですね、PHP でですね、デフォルトの数が決まっててですね、1000なんです、デフォルト。デフォルト1000になってます。大体これですね、カスタムフィールドの内容にもよるんですけど、大体100個ぐらいのものになります。大体100個ぐらいで、これ以上超えるとですね、なんかデータ登録で更新ボタンを押したんですけど、本部とか更新されてるんですけど一部更新されてないとか、なんかインターナルサーバーエラーっていう、よく言う白い画面、白い画面とかなんかよく分かんないの、英語の文字ばっかバーって出てますが、出てくるようになります。なのでですね、カスタムフィールドである程度対話できるんですけど、まあ用法用量も100個以上とかっていうカスタムフィールドを設定してほしいっていうような案件にはですね、ちょっと最初にですね、お客さんに伝えていただいて、これ以上はちょっと設定できませんみたいな話をしてもらった方がいいかなで、もう一個はさっきから独自のカスタマイズですよね。独自のカスタマイズをするとですね、いろいろ対応できると思います。まあ、PHP なんでやろうと思えば何でもできる。あんまりこんなこと言いたくない。プログラマー的にはこういうこと言いたくないんですけど、やろうと思えばまあなんとかなる、ですけど、独自処理を入れる箇所っていうのがですね、まあ、いくつかあります。PHP のプログラムをですね、入れる箇所っていうのがですね、プラグイン、独自のプラグインを用意して、そこに PHP のプログラムを書いてとか、テーマですね。テーマがシングルテン PHP だとか、ファンクションズテン PHP だとか、独自の PHP のプログラムを入れることができます。で、もちろんコアに入れれなくもないです。ですけど、まあ、コアに入れるとですね、間違いなくアップデートかかった時点でそのデータなくなっちゃうので、よろしくはないとは思います。でですね、個人的になんですけど、データ加工がデータを他のサイトから取得したりとか、他のサイトのデータを更新したりとか、例えば Twitter のデータ取ってきたりとか、Facebook のデータ取ってきたりとか、あとは設定ですね、WordPress の設定画面の、部分が、外部連携そのまま Twitter とか Facebook とかインスタとかとかの、はプラグインにした方がいいかなと思います。で、テーマ側はですね、あくまで見た目の変更、ちょっとデータのテキストデータをちょっと変更してですね、最後点点点にするとか、あと CSS の Java、CSS とか JavaScript の独自の、スクリプトの読み込みだとか、あとヘッダーの調整ですね、PHP じゃない、HTTP のヘッダーの調整とかっていうのは、テーマ側に入れた方がいいかなと思います。で、なぜかというとですね、見た目側にその独自でその
データの加工だったりとか、更新だったりとかっていう処理を入れることはできるんですけど、それってあくまでテーマなんで、例えばテーマを変えたいですって言われた瞬間にテーマを変えたら、その独自の更新処理だったりとか加工処理だったりとか取得処理っていうのが道連れでなくなっちゃうんです。道連れでなくなって、それをまたこう別の新しいテーマに、コピーで移してやらないと、だいたいコピーしてうまくいくことってあんまないんです。でそういうのはプラグインの方に書いちゃって、テーマ側はあくまでデータをちょっと加工するぐらいで、データ加工、データ加工、見た目変更をする程度にしてもらった方がいいかなと思います。であるとですね、多分グーテンベルグにも移行しやすいと思います。これただね、まだ僕やってないんで分かんないです。多分移行しやすいです。あ、ちなみにグーテンベルグご存知ですか？この中でグーテンベルグ詳しい方、ワードプレスいくつからでしたっけ？ワードプレスの、メジャーの5からグーテンベルグというエディターに変わります。今のエディターと変わります。見た目が全然別物、それこそこんな感じです。ミディアムっていうサービスですね。簡単なブログサイトなんですけど、ミディアムみたいな感じになって、ここにもテキストを直接わーって打ち込んでいくんですけど、ここにですね、テキストを打ち込んでいったら、なんかこの辺り編集アイコンみたいなので、ボールドをしたらボールドになったりっていう感じなんです。今ってはもう全然違う画面だと思うんですけど、こういう形の、今まだこれ開発中なんですけど、こういう形の。お話になります。もうラストだな、やばいですね、なぜ他の武器かっていうですね、他の武器を使ってほしいから今回紹介するっていうわけではないです。武器縛りを避けたいっていうのが僕のこのスライド の一番の目的なんですけど、たまにもうワードプレスに固執しちゃって何でもワードプレスでやりたくなっちゃう人がたまにいらっしゃるんですけど、それをやっちゃうとですね、もっと他にいろんないいツールがあるのに、もう それが見えなくなっちゃうんです。で、本当は他の CMS とか他のツールを使うともっと簡単にできるのに、ワードプレスで無理やりやろうとして結構なコストがかかっちゃうっていうことがあるので、武器縛りを避けるっていうのがまあいいこと。あと、他の CMS とかツールを知ってですね、ワードプレスの実現方法を探るっていうのもまあいいことなんじゃないかなと思います。他の CMS ではこんな風にやってますよというのをですね、知って、ワードプレスも移植してですね、独自でカスタマイズするとですね、いい感じになったりとかするかなと思います。下に書いてあるとおり、他の武器を参考にしてですね、自分のお仕事の勝率を上げてもらえたらいいんじゃないかなと思いまして、今回ですね、ご紹介していきたいかなと思います。といっても2つしかございません。まずですね、もちろんですけど、他の CMS です。で、他の CMS っていっぱいあるんですけど、例えばドゥルーパルだったりとかっていうのが、一応ドゥルーパルって世界のシェア3位の CMS になります。左側編集画面なんですけど、ドゥルーパルノードっていう単位でデータを管理してですね、こんな感じでワードプレスみたいにデータを加工してですね、表示することができます。で、ドゥルーパルなんですけど、一応、エンタープライズ向けと言われてまして、もう変わっちゃったんですけど、ホワイトハウスがもともとドゥルーパルでできてまして、ワードプレスに変わっちゃいましたけど、ドゥルーパルでできていました。それぐらい一応なんか、セキュアだったり強固だったりって一応謳われています。で、ドゥルーパルはですね、カスタマイズして独自の CMS を作るためのフレームワークだよっていう人もいます。ドゥルーパルだけでやると結構味気ないサイトになるんですけど、モジュール、プラグインですね、ワードプレスでいうプラグインをモジュールっていうんですけど、モジュールとかテーマを使ってですね、ガンガンインストールするとですね、独自の CMS を作ることができます。で、下に書いてあるとワードプレス並み4万モジュールテーマが提供されていますので、こちらもかなり、標準のモジュールテーマでカスタマイズしやすくなっています、はい。で、もう1点ですね、ワードプレスは MySQL というデータベースを使っています。ご存知だと思いますが、最初に設定するときに MySQL のデータベースの ID とパスワードの名前を決めてくださっていると思うんですけど、ドゥルーパルはもちろん MySQL も使えるんですけど、 SQLite という別のデータベースを使うことで、こちらを使うことですね、あんまないんですけど、MySQL に対応していないサーバーとかにも、インストールすることができます。あとですね、過去に書いてますけど、シンフォニーっていうですね、PHP のフレームワークを、採用してまして、
PHP でシンフォニーの PHP のフレームワークの上にさらにドルーパルが乗っているっていう形になります。なのでですね、プログラムで独自カスタマイズするという、まあ、シンフォニーの知識はちょっとあるんですね、カスタマイズしやすくなっているかなと思います。はい、でもう一個、コンクリートファイル。コンクリートファイル、まあ、CMS なんですけど、こんな感じの編集画面になっています。さっきのあのドルーパルとか皆さんご存知のワードプレスの編集画面とはちょっと違う編集画面になっています。左側の、画面にですね、左側の画面のさらに左側のサイドバーにですね、なんか T だったりとか、なんかタグのマークだったりとか画像みたいなマークなんですけど、あれをですね、ドラッグしてこの辺りに持ってくるとですね、そこに入るんですね、ブロック。ブロックっていうんですよ、それがバコッと入ります。で、そこで、例えばワードを差し込んだりとか、さ、一番上の左のテキストだ、T のあのテキストだったら、ここのテキストを入力できるようになったりとか、することができます。なので、さっき言った自由な編集がかなりしやすい、ツールになります。で、コンクリートファイル、コンクリコンクリって言ったりするんですけど、コンクリートファイルはですね、まあ、さっきあの画面を見たとおりですね、直感的に編集することができます。で、お客さんの中でいろいろこう、ワードプレスみたいにガチガチ、あれもガチガチとは言わないですけど、まあ、投稿フォームだけでなんとかするんじゃなくて、もうちょっといろんなところに自分で配置したいとかっていうようなお客さんにはかなり向いている。ツールじゃないかなと思います。あと個人的にはかなり企業サイト向けなんじゃないかなと思います。あとですね、承認フローが標準装備されていますので、ワードプレスはもちろん承認フローすることができるんですが、あれプラグインじゃないですか、確か承認フローができないんですけど、コンクリは承認フローが標準装備されてますので、編集者の人が、画面を編集してですね、最後に承認、管理者の承認をもらわないと公開できないという、フローを、用意する。あと権限設定がすごい細やかなんですね。例えばこのブロックの、画像は置けるけど HTML だと置けないとかっていう設定ができます。すごい権限細やかに設定することができるので、そういう、権限系でいろいろこうがっちりしたいんですっていうところにも、マッチするんじゃないかなと思います。よろしかったらコンクリートに、コンクリートのドルーパルとか、ちょっと検索していただけたらなと。こちらもですね、ドルーパルのコミュニティ、コンクリートファイルのコミュニティ、日本のコミュニティがありまして、活発に活動していますので、もしよろしければそちらも参加していただけたらなと。ワードプレスのコミュニティで言うことじゃないですけど、よろしくお願いします。はい、で、武器2なんですけど、PHP ですね。PHP 自体が大きな武器になってきます。独自のカスタマイズだったりとか、フォーマットなんてもちろんそうなんですけど、ワードプレスで実現できないことも PHP でやってしまえということができます。先ほど話した通り 83.5% が、PHP で動いているサイトになります。リソースも確保しやすいです。PHP で独自サイトを作るっていうこともできるんで、そちらも1個の選択肢として入れていただけるかなと思います。でですね、PHP ってなかなかあのプログラムって難しいなって思われたりとかするんですけど、PHP もあのワードプレスとかドゥルーパルみたいな、まあ、フレームワークですね、PHP 製のフレームワークがあります。このフレームワークを使うとですね、独自でプログラムを作るよりも断然早く簡単に、プログラムを作ることができます。おすすめがあのシンフォニーだったりとかララベルだったりとかするんですけど、コードイグナイターとか、コードイグナイターがすごい海外の、フレームワークになるんですけど、シンフォニーとかって日本だとなんか最近ララベルが有名な感じになります。こちらもすごいあの使いやすいんでいいんじゃないかなと思います。で、ワードプレスと同居することができるんですね。同居っていう言い方がなかなか難しいんですけど、ワードプレスのディレクトリがあって、別のディレクトリでシンフォニーとかララベルとかも置いて、同じドメインの中に、2つのフレームワークを置くことができるとか、サブドメインを使ってですね、なんとか、例えばブログドットなんとかなんとかみたいなのはワードプレスとして、ショッピングドットなんとかなんとかドットショッピングサイトを作るですね、別のサブドメインを用意することができて、まあ、投入することができます。で、さっき話した REST API です。WP REST API を使うことでデータをやり取りして、PHP 側のフレームワークにデータを送ることもできますし、PHP のフレームワークで同じく REST API を作ることもできるので、その REST API からワードプレスの方のデータを送る。さっき話したウィジェットとかを使って、サイドバーにしたりとか、分担表したりとかすることができます。なので、同居ができるので、そういう感じで便利に使えるんじゃないかと思います。
ですね。でも PHP やっぱり難しいなと思う方いらっしゃると思います。なんとですね PHP カンファレンス関西2018というのを7月14日来月にですねグラフロント大阪で開催されます。PHP のプログラマーのすごい人たちが集まるとか、まあ、集まるのは集まるんですけど、集まるとかそういうのじゃなくて初心者の方だったりとかちょっと PHP やってみたいなっていう方もすごいためになる、楽しいカンファレンスになってます。ワードプレスのように、ワードキャンプのようにたくさん人が来てすごい活発で懇親会もきっと楽しいと思う。僕は実行委員とかじゃないんです。もしよかったらすごい楽しいイベントになってますのでご参加いただけたらなと思います。大丈夫かな。で、武器の切り替えとか独自カスタマイズですね、見極めなんですけど、どのタイミングでやったらいいかなっていうの、個人的な、見極めポイントがありまして、それを簡単に説明できたらなと思います。まず1個はレイアウトを無理やり変えようとしている、やつとか間違いなくちょっと武器カスタマイズとか、切り替えをコールした方がいいかなと思います。例えばですね、これワードプレスの情報画面ですけど、元々の画面じゃなくて右側ぐらいにあるなんかソースのアイコンポチッとして HTML タグを変えてもうクラスとか設定しだしたりとか中に独自スタイル入れたりとかってしだしたらですね、 して対応しないともう対応しきれないというようなサイトはそろそろなんか別の CMS を使ったりとかこの機能だけは別の CMS にしましょうとかっていう切り分けをし考えた方がいいかなと。で、あとカスタムフィールド使いすぎですね。さっき話したみたいに、この問題がありまして、だいたいカスタムフィールド100以上あると動かなくなってくるので、どんどんカスタマイズでカスタムフィールド追加したいんですっていうような、お客さんにはですね、そろそろ、スインプットバースっていうのがですね、これ以上データを更新することができないんですよっていうのを説明したりですね、別の CMS だったりとか、PHP のフレームワークで同時で作っていくっていうのを考えています。で、最後、もうこれ大事なんですけど、自分でもワードプレスも何やってるかよく分かんなくなってプラグインとかテーマとかなんかもうゴリゴリにいじりすぎてカスタマイズフィールドも入れすぎてなんかタクソノミーとかいろいろ設定しすぎてもうなんか何これっていうような状態になってきた場合はですね、間違いなくもう自分の中で管理ができない、チームの中で管理ができない、お客さんも間違いなくもう管理ができない状態になっています。この状態でですね、ワードプレスのグレード、アップグレードかけたりしたら動かなくなる可能性もあります。そろそろやばいですね、独自だったりとか、別の CMS、PHP の独自サイトを作ったりとかっていうのを考えていっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。な感じなんですよ。まとめ入ります。ワードプレスすごいです。もうね、いろいろ調べたんです。この今回のスライドのためにいろいろ調べたんですけど、ワードプレス最強すぎて、なかなかこのスライドを作るのが大変だったんですけど、すごい武器です。ユーザーはいっぱいですし、デフォルトでもすごい、武器になってますし、カスタムフィールドとかビジェットとか使ったらですね、カスタマイズしてすごいバリバリ使える、武器になっています。で、小中規模のサイトとかブログとか、店舗のサイトにはすごい効果絶大、威力絶大な武器になっています。でカスタマイズして便利な武器にもできます。なんとか対応することができますけど、さっきの別の CMS だったりとか PHP の独自フレームワークで PHP を使った別サイトとかとも、考慮していただいてですね、勝率を上げていただけたらなと思いますので、皆さんのお仕事がですね順調に回ればいいなという内容でですね、もし、ね、このなんかお問い合わせもしあったらです、あんまなかったんですけど、もしお問い合わせあったら声かけていただいて、 Facebook、Twitter やってますので、あと懇親会参加しますし、この辺りうろうろしてます。一応実行委員やってるんでうろうろして捕まりにくかったりするかもしれないですが、声かけていただいたらご質問等、解決できると思いますので、よろしくお願いします。ということでありがとうございました。大丈夫ですか？すいません、申し訳ございません。ありがとうございます。ありがとうございます。利用とちょっと時間ないんで、まあ、1人かお二人かぐらいになると思うんですけど、何かご質問ある方いらっしゃいますか？すいません、本当に準備不足で質問する時間もないです。どうぞ。それではもう一度盛大な拍手をお願いいたします。じゃあこちらのセッションこれで終了です。次のセッションは、12時から、次
のセッションは始まりますので、まだ引き続きこちらでセッションを見られる方はそのままお待ちください。